どうもなおちんです。本日は鬼滅の刃やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。だいぶ進んできました日の神血風譚やっていきましょう。とりあえず今全クリをしまして、小評価が、ほとんど S ランクになりました。で、残りね、この第5章だけ、ここをね、S ランクにまだしてません。上の方からね、順番に S ランクにしていったので、多分5章のところだったらば、結構簡単にいけると思います。残りは、ここだね。特別任務。山に救う鬼。ここの普通と、高難易度をやるだけとなってます。まあ、とりあえず、クリアしてみて、すべて S になると、どうなるのか、見ていきましょう。さあ、それでは、行きましょう。ちょっと初めて、やるんで、敵の、癖なんかがね、まだ分かってないので、ちょっと時間がかかるかもしれない。あ、いや、マジか、これ、戦いにくいな、なんか。で、敵が、HP バーが2つあるかどうかっていうのが、ちょっとわかんないですよね。6章から上は、HP バーが2つあって、結構やりにくかったんだけども、ここはどうだろうね。これより下は、HP バー1つだったんで、結構楽勝だったんですけども、こいつは、どうなんだろう。で、基本的に、コンピューターの立ち上がりにね、弱いのよ。基本的に。まあ、全員じゃないけどね。なんで、立ち上がりに、後ろから攻撃を合わせとってやれば、大体いける。あ、ダメになった。いっけ。外したー。はいはいはい。終わり。あ、ゲージ一つ。これは楽勝だわ。で、若干食らったからどうだ？いけるかな？あ、A か！やっぱり満タンで倒さないと、ちょっと、ランクが上がらないみたいだね。これはいったんじゃないですか？ HP 満タンで、早かったんで、S ランク。もちろんね。はい。ということで、難しい方も行きましょう。それでは難しい方行きましょう。S ランクを取るコツっていうのは、まあ、とにかく、HP を 90% 以上残して、で、早く倒すっていうことだね。設定の時間がね、それぞれ違うんで、とにかく、早く、HP を 90% 以上で倒すっていうことを心がけてみてください。基本的に、ここら辺までは多分簡単なんだよね。上のね、7章、8章あたりは結構難しい。8章はもう地獄だったね。あいつは難しかった。うん。なんとかね、倒せたんだけどね。うん。でも基本的に、やり方としては、一緒だよね。うん。基本的に、立ち上がりの攻めが有効なんで、そこをしっかりとついていって、あとはコンボをしっかりと決めていくっていうことだね。とにかく HP 満タンで、早めに倒してしまえば、S ランクは必ず取れるので、とにかくパーフェクトで勝てるように行きましょう。しゃ。まあ、戦い方としてはね、全然面白くない戦い方だと思うんだけど、まあまあね、S ランクを取るためなんで、そこは、ちょっと目をつぶってくださいね。パーフェクトで、早めだった。これはいけるでしょう。S! ほら来た！これで、すべてが、S ランクになりました。なったよ。こっち、6章も、オール S。ああ、トロフィー来た！すべて評価。S。だね。うん。7も S、8も S です。もう8のね、ここ。特別任務は難しかった。そしてね、
まあ、ラストの、ここもね、強かった。さあ、何かもらえるんだろうか、ちょっと、報奨版で、確認してみましょう。全部クリアしちゃったからね。なんかもらえる可能性っていうのは、あるんじゃないでしょうか。うん。まあ、上昇全部いってるね。1章もいってる、2章も OK。3章いってる。4章もいけた。で、5章がさっきので全部いけました。はい。え、なんもないの？全部クリアしたね。で、6章も全部いってます。7章も完璧。8章も完璧。鬼滅学園も全部いきました。うん！ははははは！何もならない。何もならないね。うん。まあ、とりあえず、なんだろうな。こう、やりがいみたいなのはありましたよ。とりあえず全部を S ランクでやってやろうっていうのはあったけども。ああ、別に何もなしか。ちょっとそれはショックだけども。どうなんだ？大使記録帳かなんか見てみる？もう全部完了。達成率100%。だけども、別に何もならない。ということだね。うん。まあまあ、そんなにね、難しいことじゃなかったので、まあ皆さんもサクッと、やってみてください。俺は10時間ぐらいで全部完了することができました。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。